あ、持ってるんですか。もちろん YouTube に載る。うん、ハンデターンはこちらまで。ありがとうございます。ちょっと面白いかな。はい。今に言おう。データ連射。今確かに乗ってる。ありがとうございます。待ってる。社長。はい。いっぱい。また。はい、営業してください。はい、ありがとうございます。まあ、あれ俺1バッグ、あの1バッグはみんなにあげて、はい、1バッグは俺家に持って帰ってゆっくり、はいはい、ビールがないとやっぱり、いやいや、ご飯、あ、ご飯あれは俺の夜ご飯やけどね、マーキュリーで今日ご飯何するね、焼きたて食べるねっつって、稽古場ちゃんによろしく。あ、いいでごはん、はい、どうも、こんな感じじゃない、こんな感じ、おー、いいね、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。今日のライブステージはどうでした。今日のギグはどうでした。今日のギグも最高でした。もう昔こんな悪いなぁ、こう投げつけたあのドラムスティック、投げてないし、投げてないし最後やってみたい。じゃあ、皆さんいつものあのジップやってください。ジップやってください。動画動画今日全然噛まなかったですね、サンディさん。手が届かない。多分ね、噛む余力がなかった。風邪ひいてないですか、大丈夫ですか。じゃあなんかね、ちょっと風邪ひいてる、声がね、お客さんがもらったりとか、持ちつ持たれつ。いや、そんなにないけど。アルバイトにいるそうですね。取りやすいけど、はいはい、なんかいい薬持ってるんですか。いい薬持ってるんですか。始めますよね。取りを切って。休みなしですか。30日お休み。実家に帰って癒される。あ、いっぱい飲むんですね。やっぱ休みがないっていうのは大変ですか。大変じゃないですよ。正直大変です。お年寄りやお客様の笑顔を見れるなら幸せですよ。幸せですけど体力がついてきますよ。でも働けるうちは働かなって思うんだけどな。声がこんなんなったらな、お客さんに失礼やけどな。体調感がしっかり、栄養ドリンクとか飲んでるんですか。飲んでる。商品名は控えてくださいね。商品名は控えて、協賛いただいてないんで。あれね、あれが一番太るけんね。分かってない。え、栄養があるから。いや、あれ砂糖よね。私も知りません。そうなんですね。分かってないけどね。今どうぞ。あとキューピーピーピーコアゴルド。わかりますね。しかもキュンキュンで、うん、今日どうでした。今日のライブは隠し撮り、隠し撮りよ。ワイワイシュでも、僕もソニーのハンディカム、ソニーのハンディカムにするソニーさんのテレビのロケットもだってもうサブキャプテンさん全部ソニー、うん、全部細かなところまで、はい。ソニー、あ、ソニー、ソニーって、ソニーさんが協賛ついてくれるかもしれない。そう。ソニーさん待ってます。ソニーのギターが来るかもしれない。どんなやろか。アンプが最初かね、やっぱ。音声ちょっとソニー製のギターだ。一つ来たよ。あの、アンプ変わりましたよね、あの、骨董品みたいなやつ。音が好きなんですか。あれのもそうです。柔らかい感じ。ただスピーカーが壊れて今昔のスピーカーにさせてるから、でもあれでもやっぱフェンダーっぽい音がするんでかなみたいな。ちょっとうるせえですけど。真空管じゃないよね。真空管。すみません。そうかなと思う。あれ買ってからちょっと柔らかくなった気がする。だいぶ助かってる。今日も良かったですね。じゃあ皆さんも反面してください。